wouldn't lie to you. Doesn't matter what I do, she's got a hold on me. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up when we're going dancing. My heart stops beating when my... Eat zero. パパがいないし、早く、ね、朝ごはん作ってあげたいので、とりあえず朝は顔洗ったらオールインワンで済ませます。アクアレーベルのいいね。雨上がって乾いてきて、今日は晴れそう。さけが臭いね。
明日雨だからね。今日晴れてよかったけど、プールもあるじゃん。そう。うん。ママ、なんで、それ何に乗ってんの？明太子。辛いやつ？うん。梅干し食べたいな。梅干し買いたいな。うん。納豆を立てて、納豆をまたね。うん、いいよ。ママ、ごちそうさまでした。はい。うん、お片付けやるか、先が立つよ。お兄ちゃん、おじちゃんめっちゃ上にしてる。おじさんじゃないの？あ、おじさんあった。ん？おじいた。え、誰が？もうすぐでご飯終わる？勉強して。ね、ゲームの準備だよね。よいしょ。上靴はこの昔買って良かったもので紹介した上靴に入れてこのまま洗濯機で回します。本当週末は上靴洗いが大変ですよね。もうこれに出会って本当にもうありがたい。回して乾かすだけです。みんなご飯遅いからコーヒー飲もう。まずお勉強だね。宿題だけ終わらせて。もう早くゲームしたい。ゲーム。お兄ちゃんはしてるけど、ジョージは歯磨きしてる？仕上げする人はどっちが早いの？傘してて、傘がパラソルしてるから太陽が当たらない。歯磨きシール全然シール入ってないよ。大好きなのでボタン、え、じゃあこれ集中してもらってくれよ。でも行数が入らない。 TV I want cotton candy. Me too. ボタンなんて飲む。 And I want a spider. なんだ、ご飯来る来る。A chef. A chef. Number 8. A firefighter. A firefighter. Number 9. A police officer. A detective. A detective. Number 5. What are you doing? I'm studying. Studying. Number 2. I can't swim. うちはまさかのスーファミです。違う、間違えた、ファミコンです。星のカービィ。もうすぐお兄ちゃんが誕生日なんで何買うんだっけ？スプラトゥーン。スプラトゥーンやるやつなんだっけ？終わるな。
ね、噛むよ、噛むよ。噛む？今噛む？噛むようにした。噛むようにしたの？悪いことしたってこと？それ。うん、やめて。今日はプール、水泳に連れて行くことと、明日雨なんでちょっとね公園で遊んでって、あと誕生日にゲームが欲しいということでゲームを見に行く、プールの前か後に、まあ、それぐらいなので、もうちょっと化粧したくないかな。もうなんかねこれだけでもうこの朝の時間だけで疲れちゃうよね。ね、もう化粧やめとこうかな今日は。よいしょ、こうゴロンしよう。土曜日なのに起きんの早いんだもん。はい、朝乾かしてたお盆を片付けます。よし、ちょっと一段落でお茶飲もうかな。お兄ちゃんさ、お兄ちゃんプールの準備できたんだ。ジョジョもプールの準備しよう。持ってきて。プール行かなきゃいけないから。はい、こっちとこっちに行ってパパに写真を送るから、ビデオ撮るからパパに買いましたって報告してくれる。はい、買いました。何を買いましたか？ 3D ワールドとピューリーワールド。あれやめたんだよね。あのスプラトゥーンは一人用だったからやめたんだよね。そうだよ。Yeah.
上手。上手上手。よいしょ。雨だと次男くんはよく寝ます。おしっこした？いこした？おしっこちょっと漏れた。漏れてないよね。昨日ちょっと寝るのが遅かったのと雨だったからね、お寝坊だったね。よかったよかった。ルーちゃんと、ルーちゃんも待ってるね。私このタイガーバームがないと寝れなくて、これ昔ストーリーでも紹介したんですけど、普通にスースーするバーム、これを鎖骨に塗ってマッサージしながらスースーさせて寝ます。そしたら眠りにつけます。よいしょ。おはよう、ルちゃん。おはよう。チューチューマリオレチェ。レチェじゃない、よかったの。なんだっけ、おしっこ漏らしてないって言ってたけど漏らしてた。朝からパンツとズボン洗ってます。布団もう一回確認しに行かないと。布団は濡れてなかったと思うんだよな。このズボンすごいいいわ。楽天ルームに貼りましたけど漏れない。本当にめっちゃズボンが吸ってくれる。洗濯機で手洗いしてから洗います。うん、ねじいてもちゃ飲んでないって。熱くなる。どういうこと？水飲んでないからそんなの。おちっと、おちっと。あ、おしっこは少なめってこと？おしっこ漏らしたけど少なめだったってこと？そういうこと？でも漏らしたの？そうなの？漏らしたの？でも、ああ、ずっと花丸だったのに。どれ？今日なんて特に寝坊してみんなお腹空いてるので、ビオデルまで拭き取りだけして、またオールインワンで保湿だけして朝ごはんにしたいと思います。お腹空いたね。朝ごはんも作ってる時間がないな。お腹空いちゃったよね。思いつもだったら小学校とっくに行ってる時間だ。すごい雨ですよ今日は。じゃじゃーん、今日はご飯何にしますか？歩いて行くんだよ。おしっ、そうだよね。それね、無糖だから甘くないんだよ。これ1個じゃ足りないかもよ。2個選んでもいいよ。それでそれにしたいの。やったー。ライオンが食べるな、猿のこと。本当だ、これライオンが猿食べちゃって、こういうこと。兄ちゃんは豆乳でしょ。ジョジョ多分カシューナッツミルク前好きだったから、カシューナッツからしてみる。よし、子供の時の懐かしい味って感じ。バナナとブルーベリーもコストコです。わーい、いただきます。久しぶりのこのフロスティーが美味しすぎる。音もめっちゃいい。これめっちゃ美味しいじゃん。まだ食べてないフロスティー。こっちの洗濯もしなきゃいけないね。とりあえず終わった洗濯をみんなが食べてる間に、プール行ったからバスタオルが多いんだよね。はい、じゃあまず、
とこれがおしおねしょのやつとタオルとあと白いキノピタパンツとパトパトタタタタルージョンルージョンルージョン。ありがとう、兄ちゃん。確認しました。あ、ルータはボトムあげる。ルータ、雨の匂いする？どう？ボトム、雨の匂いする？僕も雨の匂い嗅ぐの？あ、じゃあ僕も。今ちょっとやんない。いいの？おぉ！びっくりしたって。いい匂い。いい匂いだ。虫があそこに死んでる。水に浴びて。水浴びて？うん。何の虫？セミ。セミ？違うでしょ。小さすぎる。なんだ？普通に飛んでる。はい、ハーブ届きました。ピンポンバピンポンバピンポン。食べた？いいよ、つけて。よいしょ、終わった？全部もう靴も入れた？明日のあまりをこっちじゃない、こっちこっち、そう、これあ、こう2つできるんだ。うん、そう、寝てる間に家事をします。ちょっと洗濯機がうるさいんですけど、顎にね、なんかまたプチってできてるんですよ。やだ、首も。これがね、これをね、いつも顎とかできやすい部分に塗ってます。あと日焼け止めはノブにしておきます。今日は午後からお友達が来ます。子供だけうちで見るので、もう化粧しない、日焼け止めだけ、家から出ないし、お母さん来ないから子供だけだから、もう日焼け止め、もう化粧しない。なんか雨だからあんまり遊べないだろうなと思って、でも平日ね頑張ってて土日楽しめないとかわいそうだなと思って。悪いって笑い事じゃないって、
はい、これがセリア購入品なんですけど、今日ね雨だったから何しようかなって思ってセリア寄ったんですよね。この紙飛行機シューターめっちゃ面白そうじゃないですか。雨だから今日これで遊ぼうかなと思って買ったんですけど、あとついでにいいなって思ったもの買ったんですけど、この割れないコップ、やっぱ重ねないともう食器が多すぎてすごいので、なんかこの取っ手があるコップだと重ねられなくて、重ねるコップが子供用に欲しいなと思って、でガラスのような透明度で軽くて割れないで食洗機も OK のコップなんで、ちょっといいなと思って買ってみました。新作で出てたので気になりました。水を入れてね大葉保管すると思うんですけど、その大葉用の保管するやつ、ちゃんとこう大葉の下の茎だけが浸かるように水に、こういう風な形になってるんですよね、山形に。面白いなと思って、あとねこのポケモンの折り紙、これ新しいの今日遊ぼうかなと思って買ったんですけど、これも子供用に可愛かったんですよ。今日夜やろうかな。ミニチュアバスボール、めっちゃ可愛くないですか。可愛いと思ってミニチュアのお弁当、サンドイッチ、目玉焼き、シューマイ、ポケモン食べるの、これ食べない、これお風呂のバスボムだよ。でやっぱねちょっと私はねセリア推し、セリアいいわ。100均購入品やるなら私はもうやっぱりセリアにします。前回ダイソー購入品やったんですけど、やっぱこうダイソー行くと300円とかもっとするものがすごい多くって、セリアは今も全品100円で頑張ってくれてるっていうところですごくありがたいなと思って、しかもこのサンダル、スリッパ、このクオリティで100円ですよ。あ、そう、こんなの探してたんだよと思って、素晴らしい。なんかちょっともう100均購入品やるなら私はセリアがいいなと思いましたそう、スリッパもねもう今100円で売ってないんです。そう、スリッパ、あのお客さん用のスリッパ探してて、ダイソーはもうスリッパ全部300円します。キャンドゥも100円でね、まだこんだけしっかりしたスリッパを置いてくれていてありがたいと思って、お客さん用に4つ買いました。ちょっと色が違う、これだけありがたい。あとで B さんも100円でもう売ってないんですよ、他の100均だと。ありがたい B さんでしょ。あとこれは小学校に入るのになんかこう札下げなきゃいけないじゃないですか、自分の保護者ですっていう、それ用に買いました。あとは、はい、網、魚取り網なんですけど、四角いから取りやすいのと、この棒が伸びて使いやすいってことで、お友達が使っててなんか良かったっぽいので買いました。これも100円ですよ1個。もうありがたい。これがね今回のセリア購入品ですね。セリア最高。なんかちょっと晴れてきましたね。雨 100% だったからさ、昨日の夜めっちゃ降ったから、ほら雨が乾いて太陽が出てきました。今日はお昼ご飯子供たちと作ろうと思ってます。米粉パンをこうやって、手切らないように気をつけて。あ、トマトチューチャー生クリームと、これが紙飛行機パンの早くない、結構出る、はい、やる、こうやって生クリームになってくんだよ。はい、なりましたね、生クリームいい感じに。ありがとう。なんかちょっと微妙そうな気がして、ここに波がつぶつぶってやる、ね、上手上手上手、塗りすぎちゃった、塗りすぎちゃったいいじゃない。茎火にする、わかんない、どういうことでしょう。絶対よ、で一回冷蔵庫でギュッとして冷やすよ、切りやすくしてたものね。あれ、こうだっけ、こう分からなくなっちゃった今こうのっけてたよね、映像を撮ってたから、映像を見て多分こうだと思う。みーちゃんはこうまっすぐして、
こう、これを覚えておいて。一回先に書いちゃう。あ、待って。パン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 。パン。やば。やば。やば。ちょっとできるかしら。おもちゃのやつ上手だったね。よし、これで、よし、これでちょっと冷やします、ね、はい、キウイ食べていいよ。ちょっと生クリームつけちゃう。生クリームつけちゃう。キウイは何なんだ。さっきくね、子供たちが切ったパンとパンは明日フレンチトーストにします。耳切ろうかなと思ったけど切るのやめちゃったから、これ明日フレンチトーストにします。もうすぐ友達来ちゃうんで、今ね、冷やしてる間に焼肉ライスバーガー食べます。あ、友達何分だっけこれ。2分か。友達って何。2分。高校生か。いくよ。2分ずつ温めてこれを食べて。はい、座って。どう、新しいコップ。どんだけ母がいい、どんだけ走ってるの。せーの、いただきます。どう、美味しい。食べた。冷蔵庫ブリンバンもしていこう。やめて。ブリンバンあ、熱々熱々。でも出したじゃん。美味しい。めっちゃ美味いこれ。見たらずっと前なんだけど見たすこれね。チュワラチー。100と20は100と20は120。チュワラチー。ジョジョ分かんの。ジョジョ答え分かってるの。チュワラチー。食べよ食べよ。チュチュチュワラチー。気持ちいい。気持ちいい。気持ちいいね。今ちょっと当てるか不安だね。お願い。食べれる食べれる食べれるの食べれる。いくよ。切っちゃったと。あ、こっち向けだった。ママ向き間違ってた。いい感じなんだけど葉っぱがどこ行った？葉っぱの中にある。じゃじゃーん。かわいいけどさ、葉っぱが見当たらない。中にあるね葉っぱね。でも可愛い？どう？可愛い。可愛い？サンドイッチ。サンドイッチだよ。甘いサンドイッチ。フリチ？よかった。じゃちょっと待っててね。お兄ちゃんだけど。大好き。大好き。よかった。ちょっと待ってて。見て、可愛いサンドイッチ。お願い館長。ジョジョのもかわいい。はい、お兄ちゃんのとジョジョのかわいいね。こっちが僕のだよ。いただきます。マーニャローテンタ。よかったね。ラッピーラッピーラ。やばみか落ちちゃった。やばみか落ちちゃった。おいしい。あ、マスカルポーネを混ぜようとしてたのに忘れてた。マスカルポーネ。おいしい。甘かったな。ママ好きだからおいしいわ、マスリーマ。プリンメンメ、プリンメンメ、プリンメンメ、プリンメン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 、いいもの買ったんだ。おぉなんなんだ、そう。紙飛行機シューター。紙飛行機シューター。あ、ここに紙飛行機入れて、ここをやったらピシュッて行くのか。紙飛行機よく作ってるでしょ。飛ぶんだって紙飛行機が。あー、これ作りたいわ。作ってみな。開けてごらん。説明書。そう、説明書見ながら。ドロドロドロ。まず、これを外すんだよね。映った。接着剤で塗り？何、接着剤で塗りって何？パーツ B の。接着剤 D。
このパーツ C を差し込んで、もうあとは出来上がりだ。ジョジョ、えらいことになったキラキラのムニムニが。輪ゴムを2つつけて、で紙飛行機をここに挟んで、でこのトリガーをこう引く。たまに空気に触れさすって言ってたね。確かにちょっと水分出てる。ペーパーで巻き直そう。はい、6時前になってみんな帰りました。ちょっと晩ご飯のね、夕飯の支度があんまりできなかったので、もう冷凍餃子焼いていきます。はい、あとは、あ、結構水分出てる。結構使っちゃったかな。昨日はまだカリッカリだったんだけどな。きゅうりのぬか漬け。うん、えい、ちょっと辛いけど、ご飯と食べたらちょうどぐらい。長男は好きだけど、次男はあんま好きじゃないんですよね。はい、冷えてないんですけど、ナイアガラをいただきます。冷やしとければよかった。みんな帰ったので。あ、やめてよ。いや、そんなことするならルーちゃん釣れないわ。どうかな。しゅうさんに教えてもらった白ワインの五一ワインの中でナイアガラが自分個人的に気になりました。うん、いただきます。あ、めっちゃいい香り。美味しい。ちょっと甘さがあって大好きだわ。酸化防止剤無添加で日本産のブドウのみです。美味しい。楽天ルームに貼ってます。教えていただいてありがとうございます。うん、美味しいです。はい、夜ご飯はこんな感じで餃子で、サラダはこの楽天ルームに貼った燻製のナッツドレッシング、初めて買ったんでこれをかけてみたいと思います。無添加だったし、ナッツってめっちゃ美味しそう。燻製もナッツも大好きと思って買ってみました。はい、ジョージョちゃんはねんねしました。遊びすぎたね。遊び疲れてねんねしたね。走り回ってたもんね。ジョジョはね、今起こしちゃうとめっちゃ機嫌悪くてご飯食べないので、ちょっと寝かせて、とりあえず私とお兄ちゃんとご飯食べて、ご飯食べられるかなっていう感じなんですけど、とりあえず私たちは食べましょう。餃子何個ぐらい食べれそう？3個2個ぐらい。え、少な。ジョジョ何個ぐらい食べるかな。ジョジョは2個か1個じゃない？いただきます。海苔もあるし、キムチもちょっとだったらこれ食べれるかな。大好きなキムチと鮭もあるよ。
サラダ美味しい？どう？うん、嬉しい。いつもサラダから食べて偉いよね。美味しい。うん、ドレッシング美味しいね。うん。明日何日の休みだから。ん？明日お休みなの？兄ちゃんは小学校休みするの明日？うん。なんで？味噌汁はジャガイモとキノコが入ってます。餃子はどうかな？うん。京ちゃん頑張ろう。京ちゃん眠いね。お風呂入ってからご飯食べる？そちら？お風呂入ってからご飯食べる？今食べる？お風呂入ってからにしようか。それもうちょっとシャキッとするかもね。よし、お風呂入る。今日お風呂入ってご飯食べる。サランラップしなきゃ、ルーちゃんに食べられちゃう。ちょいちょい、早っ。ママまだ服着てないんだが。普通のお箸使う？で、このドレッシング新しいの美味しかったよ。サラダこれ買って。いただきます。どうぞ。召し上がれ。うん、お兄ちゃん一人でお風呂入ってるわ。お兄ちゃん一人で入ってるよ。上で入っちゃダメって言ってた。部屋入ったでしょ。ちゃんと最後にお風呂入ったから拭いてます。お兄ちゃん、今日ご飯食べたの？食べた。ちゃんと拭いてくれてるね。はい、もう寝る前なんですけど、今日切ったパンは明日の朝フレンチトーストにするので、豆乳と甘酒をしみしみさせて寝ます。で、朝砂糖と卵を溶いて入れようかな。これ冷蔵庫で。おやすみなさい。ですね。学校行くの嫌がらないのが救いですね。朝早くてかわいそうだなと思っちゃってるのに、さらに嫌がられたらかわいそうで仕方なくなっちゃうけど、楽しんでくれてるのが救いですね。よいしょ。ピアノやってねんねしなきゃね。もうすぐピアノやんなきゃだよ。いや、
9時前です。寝床に着きましたか？はぁ、2日間どうでしたか？楽しかったです。何が楽しかったですか？ゲームです。ゲームを買ったことです。嬉しかったね、ゲーム買えてね。コウセイ君と遊べで楽しかったです。そうだね。ジョジョは何？じゃあでもたったとととね、うん、でも今やったとととじゃ、うん、めっちゃ同じやん。いいやん、同じことが楽しかったんな。かくれんぼできたのが楽しかったね。はい、じゃあ布団、はい、かくれんぼ、お家でかくれんぼしてたんだよ、もう。そうだよ。はい、電気消すよ。はい、寝床について、消して。3、2、1で消すよ。3、待って、3、2、1、0。おやすみー。おやすみー。